ミソのオタは、山口県防府市出身のプロ野球選手、指導者、監督。昭和初期から中期にかけて活躍した。右投げ右打ち。NPB 史上2人目のシーズン無敗を達成した。山口中学時代の1933年に、選抜中等学校野球大会に出場。その後は、関西大学に進学。同野球部では名投手として、名を馳せたが、 1936年2月1日、わずか1年で中退し、設立したばかりの大阪タイガースに入団した。同年からタイガースの主戦投手として活躍し、5月27日のタイ半球戦で初勝利を飾ると、1937年秋のシーズンには15試合に、登板11勝無敗で勝率1.000の大活躍で、 タイガースの初優勝に大きく貢献する。1938年春のシーズンも勝ち続け、1937年春から3シーズンをまたいだ連勝記録は18まで伸びる。その後、半球に一敗するものの、またも4連勝。ミソノオが2シーズン連続して最高勝率のタイトルを獲得するとともに、タイガースはこのシーズンも優勝し、連覇を達成する。 この優勝した2シーズンの成績を合わせると21勝1敗であった。同年秋のシーズンには開幕投手に任命される。その後、1940年には王将し、入営。チームから離れるが、翌1941年には復帰。1942年から3年連続して職業野球東西対抗戦に出場。1944年9月26日。 戦争が激しさを増したことからシーズンは打ち切りとなる。戦後、復活した日本プロ野球に復帰したミソノオは1946年のシーズンから3度目となるタイガースのユニフォームを着る。1947年には7月17日に史上4人目の100勝を達成し、13連勝を含む18勝6敗で3度目の最高勝率のタイトルを獲得4度目となる。 東西対抗戦出場と活躍した。その後、1951年に引退。引退後は1952年から1958年まで、一軍投資コーチ、二軍監督を歴任し、渡辺翔造、小山正明、西村一高を育てた。1954年で、松木健二郎監督が退任した時には、次期監督候補として、名前が挙がったこともあった。 対談後は、ラジオ関西の解説者として活動するも、1965年7月10日、死去、去年49、当主であったが瞬速を生かした打者としても活躍。規定打席に到達したことはないものの、当番時以外は一類種、外野種としても、活躍、506本の安打と6つのホームスチールを、含む87盗塁を記録している。また、1950年は、 内野手として登録されており、1943年と1944年の東西対抗戦は野手としての出場であった。ピッチングに関しては諸説があり、快速球がうなりを上げて内角に食い込み、温厚な誤演生だが、ピッチングはとてつもなく野蛮と恐れられたという記述もあれば、高級投手ではなかったが、請球が良く粘り強く投げていたという資料もある。 変化球はシュートを得意にしていたという。松木健次郎ピッチングは野蛮と言われた一方、当時は巨人ナインが、あいつらは何をしでかすかわからんと恐れたほど野生的な選手が多かったタイガースの中で銀行員と呼ばれるほど落ち着いており、丸いロイド眼鏡をかけて、大学教授のような風貌のご遠征は異色の選手であった。それだけに、名前も相まって、 先祖は奥下様らしいという噂も流れた。性格は非常に温厚で愛妻家。後輩の村や魔術は先輩が怒鳴っているのを聞いたことがないと語ったというほどの人格者だった。また、当時としては珍しいゴルフをたしなみ、麻雀を打つというモダンボーイだった。ロイド眼鏡がトレードマークだが、早々期からのタイガースの同僚であった松木健二郎もロイド眼鏡をかけており、 2002年発行のムック本では、ご遠征を紹介する記事で、祭、ま、りの写真が間違えて掲載された。1956年1940年は、選手登録なし。1944年は、背番号廃止。1945年は、シーズン中止。ありがとうございます。